こんな BGM だ。こんないい天気やのに、なんかもっと爽やかな BGM あるでしょ。え、なんで？もう編集中の俺、もっとなんか爽やかな BGM あるでしょ。まだこんなの真逆やん。なんなんこれ。もう、わからへんけ。 BGM 変わった。え、なんかもっと怒ってるっぽい BGM じゃないの？え、じゃあ逆に待ち受けるんだけどあれ？そういうことか。本来使うべき BGM が逆になってる。そう、つまり入れ替わってる。じゃあ例えば YouTube で有名なこのメントスコーラをやってみたら、果たしてどんな BGM が流れるんだろう。本来なら壮大な BGM 使われてるよな。おおお、ああ、なんじゃこのなんとも言えん BGM は。あー、サップ、なんで寒いのにこんななんか暑そうな BGM やねん。あー、冷えるわ。ということで、まあ、今おばあちゃん家も買ってんねんけど、いつもね、正月におばあちゃん家行ったら1年に1回なんか踊りを踊ってくれるんで、ちょっとそれはもうどんな BGM 流れるか楽しみやな。もう着くんで行きましょう。ああ、東をきっと流れ。なるほど、おばあちゃんの踊りに今若者で入ってる EDM、 これは完全に真逆になっている。あ、ちょっと結構あった。ああ、北をきっと流れば、あ、北はあれ、どこ行った。あれ？財布ない。何？財布がない。財布？うん。え、なんで？もう最悪、絶対落としたって。すいません、ちょっと確認したいんですけども、財布が届いてるかどうかちょっと確認してもらいたいんですけども、はい。あ、武田一郎です。あ、財布が届いてる。はい。中身が30円しかない。2万円ぐらい入ってたんですけど。ばあちゃん、ひよこえた。聞こえた。もう家帰ってのんびりしよう。てか、またこの BGM かよ。めっちゃ寒いのに。寒絶対なんかおかしいって。うわー、ちょっと待って、ちょっと、なんやねんあいつ。あ、ちょっと離れ、ダメだぜ。え、コーナー違うって、コーナー BGM 違うから。ちょ、そんなんやから、もう早く金出せって。あと誰か助けてくれる。早く BGM、早く。うわー、ちょっと待って、誰か BGM 変えてー。